術鏡だ。今回もよろしく頼むぜ。と言ってももうほとんど分かっちゃってるんだけどな。なあマナミ。うん、そうだね。未来を映す鏡は何だろう。水木先生のカウンセリングのことなのだ。水木先生のカウンセリングはこの学園では有名でね、放課後に空き教室を使って生徒の相談に乗ってくれてるんだよ。今まで何人の生徒が水木先生に救われていることか。かくいう私もその一人なんだけどね。あの時はお世話になったな。でもってその空き教室に大きな鏡があるんだよ。水木先生をその大きな鏡に見立てて作られた話だろうと推測がつくわけですよ。なるほどな。で、さっき頼むぜって言ったが、ここまで推測がついているのならもうやることはないんじゃないか。ちオカルト研究部をなめていませんか。ナナミ、お前は推測だけで記事にできるか。できません、部長。そうだ、我々は憶測や推測だけで決して結論とはしない。それがおかげん魂だ。ということで水木先生のカウンセリングを受けたことがある生徒の話を集めてきてほしいんだ。みんな聞き込みよろしく。おかげん魂、そういうことだったら僕は生徒会の方が忙しく、悪いがこの件には力を貸さない。ではここで失礼するよ。頑張ってくれたまえ。九条、お前にはおかけん魂はないのか。あるわけないだろ。何をしてるんだ。廊下を歩いているだけですけど。嘘をつけ。今お前水木先生に何かしようとしてただろう。
ちゃったんだな。あれはただならぬ関係ってやつだって。またあんたはそう言っていつも間違ってるじゃん。でも今回は間違いないって。だって人目のない森の中で会ってたんだよ。それも親しそうに寄り添っちゃってね。そうなの？そっか、ハオリもやるね。どんな人だったの？白衣を着た病院の先生って感じのスラッとした人だった。先生じゃかなわないわ。残念、この恋も儚く終了だね。松原先生の春はまだ遠いのでした。どうやら最近調子悪いみたいね。おばちゃん成績が戻らないっていうじゃないの。癒しの笑顔がどこか陰って見えてね。おばちゃん、遠山くん大好きだね。そりゃあファンだからね。次の大会はおばちゃんも応援に行こうかしらね。あのファンの子たちに混ざるのか。おばちゃんすごいね。しょうがない子たちだね。あんたたち、いい加減におし。ここは食べ物を食べるところだよ。喧嘩ならここから出て行きな。
を聞かせてもらえる？うん、いいよ。私がカウンセリングを受けていたのはちょっと前までで、今は受けていないんだけどね。その頃、私成績とか母親のこととかで悩んでてね。それってほのかちゃんからカオリに相談を持ちかけたの？免れたけど、やっべ。よかった。あんたにまで抜けがけされたらどうしようかと思った。なんだよそれ。聞いてよ、お前のやつさ、今回トップ30に入ってんの。マジかよ。前回は私と一緒に赤点補修組だったのに。でもさ、感じ悪いの。成績が上がった途端態度悪くなってさ、ずっとイライラしてるんだよね。トップ30か、羨ましい。そういや、うちのクラスにいたわ。ずっと赤点だったやつが今回15位だって騒いでた。よし、私あと1問で終わり。いつの間に。ふぅ、マジでリアル。命令するのよ。ですからここはみんなで使う場所なので、一人でそんなに場所を占領されるとですね。こいつもこいつも偉そうに見てんじゃないわよ。いいわよ、出てってやるわ。あなたの方
方がまだ話が通じる気がします。どこに行くんだい？よし、行くよ。近頃さ、喧嘩とか多くない？失礼にも程。
あなたなんかに凡人扱いされたくないわ。その反応が凡人だっていうの。なんですって？だったらなんだっていうのよ。そうまで言うのなら教えてあげるわ。調子に乗ってるね。あれは比喩なのです。先生のカウンセリングのことだなんて、みんなが知っていることを言うんじゃない。あきれる。図星だったのかね。やっぱりおバカなのね。ここまで来るとかわいそうになるわ。それこそ水木先生にカウンセリングお願いしたらどう？助けてくれる。こんなところで何をしているのですか？教頭先生、生徒が勝手に入っていい場所ではありませんよ。君たちは確かオカルト研究部の二人ですね。で、君たちはまだ校長先生を探しているんですか？違いますよ。校長先生とは会いました。今回は別の件で、水木先生について聞こうと思って。水木先生？彼女の何を聞こうというんですか？先生のカウンセリングは学園側がお願いしてやっていただいています。もともと彼女は医師免許を持っているんですよ。学園としても生徒の心のケアも必要だと考えていますからね。職務として当然のことをやっていただいているだけです。なのであなたたちオカルト研究部が調べるようなことは何もありません。こんなことを調べる暇があるのでしたら、勉学にもっと力を入れるように。はい、わかりました。では、失礼します。どこに行くんだい？よし、行くよ。
をかけるつもりじゃないですよね。迷惑なんてかけないよ。カウンセリング受けた生徒の話を聞くだけだよ。千夏ちゃん、誰か心当たりないかな。仕方ないですね。わかりました、私がお話しします。
私行くよ。僕は忙しいと言っているじゃないか。そうは言うけどここまで来てるってことは気になってるんだろう。ほんと素直じゃないな。な、僕はそんなつもりは。何を言い合いしてるの。お、帰ってきたな。こいつは気にしないでいいよ。さあ、調査結果を聞かせてくれ。オッケー、じゃあ報告するね。してもらった内容からもやっぱり未来を映す鏡の話は水木先生で決まりだな。ということは藤沢学園の七不思議すべての謎解明コンプリート。やったー、部長やったね。ああやったな。正直卒業までにできると思っていなかったよ。これもあんたのおかげだな。ああ、九条もありがとな。僕はついでか。でもよかったな。一つのことをやり遂げるというのは大事なことだ。バカ、誰が泣く者か。マジか。ありゃ、お前さんが触れたせいで燃え上がる。
私に関係した話だからよくお聞き。今さらだけど、お前さんは悪魔と私と契約しているね。人間であるお前さんは同時に複数の悪魔と契約できないのさ。これは人間を守るためのルールではないの。悪魔同士が争わないように残された安全装置みたいなものさ。悪魔には分け合うっていう考えはないからね。そこでもし契約しようとしたらどうなると思う？そうさ、まあここまで言ってもわからない。お前さん案外勘が悪いね。契約を無効にするために儀式に使う道具が燃え上がるのさ。ここまで言えばお前さんでもわかるだろ。そうさ、あのサプリって言ってたカプセルは悪魔の契約アイテムって可能性が高いってことさ。どうやって作ったかまでわからないけどね。あのサプリを飲むことで本人の意思に関係なく強制的に悪魔と契約したことになっちゃうんだろうさ。まあ二次契約みたいなものだろうけどね。飲んだ人間がどうなるかは知ったこっちゃねえな。お前さんしかも学園内が荒れているって感じだよ。悪魔への対価で暴力的になるなんてありそうなことさ。もしカウンセリングを受けた生徒全員に飲ませていたとしたらと思ってね。さて、私からお前さんへの話はここまでだ。で、どうする？お前さんならそう言うと思ったよ。と言ってももうちょっと情報が欲しい。もう一度カウンセリングを受けた生徒に話を聞くかい？
こんなことして喜ぶんだろう。誰かな。あ、そうだ、謎のボールペンだよ。謎のボールペン。そうそう、確か君がボールペンを拾ったのは廊下で、ちなみちゃんが見た時は没収品の中にあったんだよね。ってことは誰かが没収品の中から持ち出して廊下で落としたってことじゃん。没収品から持ち出した人物が特定できれば、ファイルを入れた人物もわかる。ナナミにして抑えてるな。私はいつも冴えてます。となると没収品に近づけた人物は誰かだな。まずは千夏ちゃんに話が聞きたいな。千夏ちゃんいる？千夏くんはちょっと出かけてるよ。すぐに戻ってくるはずだが、彼女に何の用かい？ちょっと聞きたいことがあってさ。戻ってくるまでここで待たせてもらうぞ。千夏くんは何か君たちにしたの？違うって。ああ、部長が怖い声出すから誤解されるじゃん。悪い、そういうことじゃないんだ。実は尋ねとしても悪趣味だな。それで君たちは犯人探しで千夏くんに話を聞きに来たんだ。Thank you.
先生、あのファイルは一体何なんですか？あれは水木先生のファイルだ。水木先生？ではなんで松原先生がそのファイルを？簡単に言えば盗んだ。待ってくれ、説明させてくれ。どこから話せばいいか、正直俺も混乱しているんだ。確かに以前より生徒同士のトラブルが増えましたね。生徒会としても巡回に増やすなどして取り…ああ、だから千夏ちゃんがよく巡回をしてたんだね。最初は気のせいだと思っていたんだ。なんかでストレスを感じる年頃だしな、そういうこともあるだろうって。だがある時ふと気がついちまったんだ。暴力沙汰とかトラブルを起こした生徒たちが水木先生のカウンセリングを受けているってな。それはそういった生徒だからカウンセリングを受けてたんじゃないですか？ああ、俺もそう思ったさ。あのファイルを見るまではな、職員室で水木先生が席を立ったとき、たまたまパソコンの画面にあのファイルが映っていたんだ。俺はとっさに手元にあったあのボールペンにそのファイルをコピーしたんだよ。後で確認してびっくりしたよ。まさか生徒を使って人体実験をしているなんて。あのファイルの入ったボールペンもそこらに置いておくわけにもいかないんだな。持ち歩いていたんだが。あのファイルに書いてあることって本当なんだ？こんなことが許されるわけがない。水木先生はなんてこと。水木先生が悪いんじゃない。だってあの水木先生だぞ。あんな生徒思いの優しい先生が人体実験なんてできるわけがない。それにだ、あれに書かれていた薬だって個人でどうにかなるもんじゃないだろう。確かこの学園の資金を出しているのは芦屋製薬だ。作った薬をこの学園で試してやがるんだ。きっと校長もグルに決まってる。かわいそうに水木先生は無理やりやらされているんだ。かわいそうなのは私たちだ。ななみ、だってそうじゃん。大人の都合で知らない間にそんなわけのわからない薬を飲まされてたんだからさ。そうだな、神楽の言う通りだ。お前たち生徒が一番の被害者だ。先生に頭を下げられても解決はしませんよ。それでこの後どうするおつもりですか、松原先生？それなんだが、校長に話を聞いてみようと思う。あの人が知らないわけないからな。お前たちには悪いが、やっぱり俺には水木先生を責めることはできん。先生の気持ちは分かったよ。じゃあこれから校長のところへみんなで行くぞ。お前たちも行くのか？
たり前だよ。もちろん。わかった。じゃあ行くぞ。多分校長はいつもの場所にいるはずだ。ふざけんじゃねえぞこの野郎。先生、何かあったみたいです。急ぎましょう。先生に指示して何も知らない生徒へ飲ませていたんですか？校長、答えてください。待ってください。君たちは何か誤解をしているようです。ちょっと落ち着いてください。これが落ち着いていられるか。まさか神楽に言われるとはな。分かった、話を聞こう。
そうですか。いつか話す時が来ると思っていましたが、君たちがどこまで知っているのか分かりませんが、私が知っていることを正直に話します。この藤沢学園が芦屋製薬から出資を受けていることは知っています。私は芦屋製薬が出資する前からこの学園で働いていて、あの人には恩があったね。あ、すまないね。どうも、私は話すのが苦手で、私は芦屋製薬には逆らえないんだ。校長なんて肩書きはあるけど、肩書きだけなんだ。私がなんでこんな格好をしてこそこそと隠れるようなことをしているのか分かったんだ。とても校長なんて名乗れる人間ではないんだ。芦屋製薬に何をさせられていたんですか。エヴァロン計画、生徒を使ったドーピング薬エヴァロンの実験ですよ。さあ、どうする。計画を実現できれば、それほど大きな利益になるということです。考えてみてください。飲むだけで人間の運動能力だけではなく、学習能力までも飛躍的に向上させることができる。さらにどんなドーピング検査にも引っかからない薬があるとしたら、それはまさに人類という存在をさらなる高みへと引き上げる可能性があるんです。芦屋製薬はその足がかりになる成分を発見したんですよ。それで水木先生を使って多くの生徒たちへ薬を飲ませて実験をしていたというんだな。確かに水木先生はこのことを知っている数少ない人物ですが、彼女の担当は被験者の観察が主で、投薬は担当ではないんです。嘘つき。水木先生が私に飲ませてた ASEV01 ってなんだよ。なんだって。君はあれを飲んだのか。体は大丈夫かね。はい。そうか、よかった。異常はないんだね。厳選された限られた生徒にしか行われていないし、対象生徒へはちゃんと説明され、本人の了承も得ています。投薬自体は隣の芦屋製薬の研究所内で、秘密が守られる安全な環境で行われています。だったらなぜ水木先生が。 ASEV01 はドーピング薬エヴァロンの1型と呼ばれています。その1型を作ったのが彼女なのです。彼女はもともと芦屋製薬の研究員だったのです。彼女の作った1型は効能は素晴らしかったのですが、副作用がひどかった。被験者の感情を増幅させ暴走させてしまうんです。言葉や行動が暴力的になり、本人にはコントロールができなくなってしまうんです。さっきも暴れてた生徒や、あの時の若葉もそれだね。水木先生にも
もらったって言ってたよ。もしかしてそのせいでいたのか。本当はその薬の副作用のせいで自殺したというのか。アシア製薬は一型の効能を抑える代わりに副作用も少ない新型の研究を始めました。彼女は1型に固執しすぎて研究から外されてしまったんです。そしてこの学園の教師として被験者の観察を任されることになったんです。大丈夫ですか？大丈夫。私のことよりも私を襲った彼が薬の副作用で暴走したのだとしたら、早く止めなくては。先ほど水木先生と遠山君が森へ行くのを見かけました。もしまだ彼女が諦めていなかったら、お願いです、彼女を止めてください。くそ、俺は校長を見ている。お前たちは森へ行ってくれ。水木先生を頼んだぞ。くれても無駄だぜ。立花さんから全部教えてもらったんだ。頼むよ先生、立花さんから手に入れてるんだろ。俺にも少し分けてくれよ。あの人にも困ったものね。誰だ。やめるんだ。水木先生もこれ以上あの薬を生徒へ与えるのはやめてください。お前たちあの薬のこと知ってんだ。だったらさ、お前たちからも頼んでくれない？水木先生がさ、俺にはあげられないって意地悪するんだよ。いつもの高専ねって感じじゃないね。そんな薬なんて飲むな。体にどんな影響があるかわからないんだぞ。そんなことないわ。私の1型は素晴らしい薬よ。人間をさらなる高みへと引き上げることができるのよ。ちょっとした副作用があるからって水で薄めたような新型を作るなんて神への冒涜だわ。トエマ君、あなたが研究所で投与されているのは新型よ。これで分かったでしょ。あなたの期待している結果が出せないことは必然なのよ。だったら俺にも一型ってのをくれよ。俺先生がみんなに薬をやってるの知ってんだぜ。
それはダメ。あなたは恵まれているもの。息もしない新潟を投与され続けなさい。私の薬は悩みを抱えている、不平等で虐げられている私の可愛い生徒たちを幸せにするためのものなんだから。これを使えばみんなを救うことができるのよ。それのどこがダメだというの。先生が生徒のことを大事に思ってくれているのなら、そんな危険な薬を。危険ですって、みんな。危険、危険って、これのどこが危険だというの。いいわ、見てなさい。水木香織、私に勝てるかしら。
言霊。
なんだって、なんで導く、私行くよ。水木香織、私に勝てるかしら。水木香織、私に勝てるかしら。
チ。行くわよ。チャレンジ。言霊。水木香織、私に勝てるかしら。
か、暴走を止めることができたみたいだね。私は一型があれば救えると思ってた。みんな抱えきれない悩みに苦しんでだけど、周りの大人たちは真剣に向き合おうとしない。誰も何もしないなら生徒を救うしかない。助けたかったのよ。私は一体何を。助けを求めてきた生徒たち、みことも先生のせいで自殺してしまったんじゃないんですか。こんな薬を飲まされたせいで。私が彼女を殺してしまったようなもの。彼女もこの薬を拒まずに飲んでくれていれば、あんな悲しいことにはならなかったはず。彼女は飲まなかった。私が説明してしまったのが悪かった。いくら勧めても拒まれた。むしろ止められたぐらい。飲んでくれていたら、今でも元気に学園生活を送っていたでしょう。佐々木さんは亡くなってしまったけれど、この薬でまだ救うことができる生徒がいるのよ。そう思うでしょ、神楽さん。どういうことだ、神楽。あなたも佐々木さんへの嫉妬が抑えられない自分に悩んでいたんだもの。自殺を考えるぐらいにこの薬を飲んでからのあなたは見違えるようだったわ。私は学園内を元気に飛び回るあなたを見て確信したの。神楽、答えろ。もう水木先生はおしゃべりなんだから、黙って聞いていればペラペラとさ。もう黙りなよ。九条くんもさ、みことの名前が出ると必死になっちゃってさ。ほんとみことが言ってた通りだよ。うーぜー
何がおかしい。だってさ、ずっと勘違いしてんだもん。みことが死んだのは僕のせいだって勝手に思い込んじゃってさ、笑いをこらえるの大変だったんだから。そうだ、いいこと教えてあげようか。みことはね、あんたのことうざがってたんだよ。別れ話されてせいせいしてたんだから。な、そんな、でたらめを。あんたから別れ話をされる前からみこと別れたがってたし、別に好きな人だっていたみたいよ。
ななみ？私はね、テニスだけは誰にも負けない自信があった。でもその自信は見事に出会って砕かれた。見事は天候。
がどんなに努力したかと人がいたら私がいくら二番手のだからね消したの。いやー素晴らしい。なんて素晴らしいんだ君は。退屈な研究所で捕まったふりを続けながら私はこの時を待っていた。こうして私と契約するにふさわしい人物が出来上がったのだから苦労のしがいもあったというものだよ。カグラ、私と共に行かないか。あなたがここに、なんで、なんで私じゃないの。私は初めてあなたを研究所で見た時から。君には感謝しているよ。私の言うことをよく聞いてくれてありがとう。だったら、でも連れてはいけない。君は僕を抱きすぎた。愛しちゃいけないの。さて君はどうする。
契約成立だ。授業は終わったか？何驚いた顔してるんだ。勉強を教えてほしいと言い出したのは君だろ。さあ図書館に行こう。安心しろ、僕が教えるからには平均点以下はありえない。頼もしいね。今日出た課題か。ふん、公式は覚えているか？ああ、すまない。昔よく巫女と図書館で勉強したものだから、ちょっと思い出してね。今思うと自分の意見を押し付けてばかりいたように思う。僕より成績のいい巫女に嫉妬して情けないな。これからは自分のことばかりではなく相手のことも考えられるようにならないとな。
ありがとう。君が言うとそう思えるから不思議だ。言霊。